聖書を朗読いたします。創世記の32章の9節です。そしてヤコブは言った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、かつて私にあなたの生まれた故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ、私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今はこの宿兵を持つようになったのです。どうか私の兄エソウの手から私を救い出してください。彼が来て私をはじめ母や子供たちまで打ちはしないかと私は彼を恐れているのです。あなたはかつて、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多く数えてきれいな海の砂のようにすると仰せられました。そこまでにしますが、この祈りの中にヤコブの恐れ、ヤコブの葛藤、ヤコブのディレンマが現れていますけれど、ヤコブという人は一体どういう人だったんでしょうか。まあ、ヤコブの精神分析をしてみましょう。昔なら彼は二重人格者と呼ばれたに違いありません。現代はその呼び方しないで、まあ二面性を持っている、誰でも二面性を持っているわけですが、しかし彼の場合は強い極端な二面性を持っているところのタイプだったということができると思います。彼は穏やかな人であったと書いてあります。天幕でテントで、テントっていうのは家のことですが、家で母親と一緒に料理を毎日作っていた、穏やかな人であったと書いてありますけれど、皆さん穏やかな人は気をつけた方がいいですよ。何考えてるか分かんないというところがありまして、穏やかな人でありましたが、その反面非常に競争心の強い人で、絶対負けたくない、絶対勝つというような、こう勝負強さといえば褒め言葉になりますが、非常に競争心が強い人でした。で、彼は物欲が強い人でしょ、ですから、まあ父を騙したり兄を騙したり遺産相続をゲットしたわけですね。ところがまた、まあ、精神的なというか霊的な感性が非常に鋭くて、神を求める人でありました。聖書の中で彼ほど神体験、明確な神体験をした人はいないと言って良いほどであります。かかとをつかんで生まれてきましたから、狡猾な人でしたけれど、また純粋な人で、愛するラケルを恋した時に7年間無駄働きである、あいつ物質欲が強い人なのに、いやもう何もいりません、7年間ただ働きしますので、ラケルさん私にくださいというぐらい、まあ純粋な人でもあったということですね。それで神の心を求める心が強いのに、またこう世俗な野心が強いという、こういう人間で、このように相反する2つの特質を強く持ち、まあ光と影の対極性といいましょうか、明るい部分と暗い部分、ダークサイドを持っているのがこの男ですが、こういう人っていうのは人生で困難を体験しますし、苦しみとか、まあ、ストレスが多い人生を送ることになるわけですね。誰でも二面性がありますけれど、まあ、程度の問題といいましょうか、彼の光の部分は輝かしい部分でありましたけど、また影の部分は非常に暗い部分で、これがなかなか統合できない。統合というのは心理学者やユングの言葉でありますけれど、今昔は精神分裂症みたいな恐ろしい言葉を使いましたが、今は統合失調症というんですね。この自分の光の部分と影の部分、ネガティブな部分とポジティブな部分、神の求める心と物欲を求める心、こういうものが統合されて、まあ、ユングは本当に統合された時にあなたは活躍できると、輝かしい人生を送ることができるというようなことを言ってますが、なかなかその統合ができなかったのはこのヤコブなわけですね。で、ラバンと、契約を結びますね。
危ないところでした。ラバンが男たちを連れてヤコブに襲いかかろうとして、可能性としてはヤコブを殺して自分の娘たちを取り戻し、子供たち孫たちを取り戻し、しもべたちあるいは家畜全部自分のものにしようといううまいことをラバンもまた物欲の強い人でしたね。人を騙す人でした。このぐらい考えていたんですが、神様が介入して契約を結ぶようにということで契約を結び、ヤコブは私はこの石垣を越えてメソポタミアの方に行きませんよ、あなたもこの石垣を越えてこのカナンの方に来ないでくださいね、というような契約を結んで一件落着したんですね。よかったですね。ところが彼は恐れをののいているわけでしょ。私を撃ち、私を殺し、私の妻たちを殺し、もしかしたら子供たちも撃つかもしれないんですって、こう恐れをののいてますから、一件落着と思ったら新しいもっと大きな問題が出てくるというわけで、このような強い二面性を持って、彼の場合は人を騙し生きてきたわけですから、やがてツケを払うことになるというこういうことであります。彼は兄エソーと一度騙して財産を奪い取った兄エソーと向き合わなきゃいけないというところに来ちゃったわけですね。で、21年前の出来事、私が彼を騙して彼は怒って私を殺そうとしたけれど、今彼の心はどういうんだ、どういう精神状態なんだ、彼は私を許してくれるだろうか、温かく迎えてくれるだろうか、いや絶対そんなことはありえない、そんなはず、もしかしたらもっとムカついてるかもしれない、しこりがもっと深くなって、ですね、恨みはもっと強くなって、ここで、私と私の妻たちと子供たちに襲いかかったかもしれないという。そういうわけでチェックしようとして、しもべを使わすわけですね。使者を使わして彼の様子がどうであるかということを見てこいということですが、帰ってして使者は、お兄様はあなたが近づいていることを知って400人の男たちを連れて迎えに来ようとしている。それを聞いてヤコブは触れをののいたわけですね。なぜ400人の男たちなんだよという。もう彼が襲ってきたらもうひとたまりもないじゃないかということで恐れをののいたわけですね。で、このようなこう、優秀な人っていうか頭のいい人でしょ、彼は何とかしてこれを避けようとするわけで、頭のいい人ですからとても良い考えが浮かぶわけですけど、それは500頭以上の家畜をプレゼントしよう。500頭って今日で1頭30万円としたら大体1億円ぐらいですね。1頭15万円としたら5000万円ぐらいでしょ。だからいかにヤコブが財産を持っていたかというで、もしそれが10分の1だとしたら、彼は5050頭を持っていたという、5500頭の家畜を持ってて、それが2分の1のプレゼントでしたら、なんと彼はですね、とんでもない1万頭の家畜を持っていたとなりますけれど、そのようにして彼は財産を築いたわけですね。しかも彼は賢い人ですから、初めの100の家畜をまず行かせて、その間に距離を置いて2番目の100頭、そして距離を置いて3番目の距離を置いて4番目、距離を置いて5番目のグループを送るなら、だん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 エソーの怒りが収まるかもしれないみたいな、全く頭の良い優秀な人だと思います。ここまで考えるか、ここまで根回しをするかというような賢い人でした。で、2つに分けて、そして初めのグループが撃たれても大丈夫、私は次のグループを取って下から逃げようと思ったわけでしょ。しかし彼は全然平安がない、こんなことで収まるかみたいな、一応素晴らしい手を打ったものの、これでうまくいくという確信はなくて、彼また思い悩むわけですね。で、ヤバク川という川がありまして、まずはじめにこの500頭の獣と、それからしもべたちを送るわけですけど、
でその他にもう一つのグループがあって、もう一つのグループが打たれに困ったら半分のグループはこっちの藪川のこちら側に残してこれで逃げられると思ったけど、まあよく考えてみると彼が怒っている400人のものを連れてくならそんな簡単に逃げられる必要はないはずがないっていうから、それじゃあもう全部の家畜を渡らせるわけですね、しもべを。そしたら家族を連れて逃げられるかもしれないということで、まあ家族と自分は、あるいは貴重な家畜とかしもべたちと一緒に残ったわけですね、川の東側に。ところが眠れないわけでしょ、不安でしょうがない、だからお祈りしているわけですね、私は、彼が私を討ち妻たちを討ち子供たちは討つんでないかと私はおののいています、恐れています。だから何やったって不安で何やったって恐れが消えなくて眠れないわけですね。そして彼は起き上がってついに自分の家族全員も川を渡らせて送るわけです。そしてまた戻って、東の郷に立った一人で戻ってきたわけですね。これは私の足でスタコラ逃げようと家族がやられても構わない、そうなった場合は私がスタコラ逃げようというものではないですね。21年間労働してこのようにして妻たちを得て子供たちを得てこのような遺産財産を受けたわけだから、そんなものを失いたくないわけです。一人が逃ればいいだろうというふうには思わなかった。まあ妻たちを愛してたし子供たちを愛してたし、それで、彼は一人残ったというのは何かというと、ここで神に祈るためですね。神決着をつけるためでしょ。もう自分の財産に遺産にも頼れないと、彼が襲いかかってこようとするなら私を殺そうとするならそれは彼にとって難しいことじゃないと、何やったって自分は不安だ恐れているということで、もう最後の頼みは神、神様に助けてもらうしかないということで、彼は祈ったわけですね。そうすると夜中に主が現れると言いましょうか、見つかりと書いたり一人の人と書いてありますが、この一人の人あるいは見つかりて描写されているのは主ご自身、神ご自身が現れて彼と組打ちをしたっていうんですよ。で数日前に木曜日かな、私はクリニックに行ったわけですけど、長寿検診というのがありまして、長寿検診の結果を気に入ったんですね。45分ぐらい待たなきゃいけなかったんです。俺で目の前に大きなテレビ画面が置いてありまして、そこで大相撲やってた、ああ今相撲やってんだみたいにして見てたんですけれど、まあ組打ちをしたわけでしょ。で組打ちっていうのはだいたい5秒か10秒か15秒かね、30秒も続かないですね、お相撲さん。ところがヤコブの場合は主と組打ちをして、それが朝まで続いた、数時間続いた組打ち、数時間続いたところの争いだった。ヤコブは争い得意ですね。ですから兄に勝って、まあ死ぬような目に遭いましたけど勝ちました。今度はおじさんとね21年間組打ちしたみたいな感じですけど、初めは負けていた、初めは騙されたに罪、自分は最後は騙し勝ちしちゃったわけですね。彼は競争心がつけて絶対負けないタイプの人でしょ。だから人を争っても彼は負けないんですよ。そしてなぜならば彼は命がけでお祈りしているわけで、そしてもし神様からお言葉がいただきたかったんでしょ。ベテルにおいては神様は言葉をくださったですよね。主が彼の傍らに立って、そして語られたでしょ、私はアブラハムの神、イサクの神だよ、あなたがよがっているこの地を前にあげるよと、あなたの子孫は地の地量に多くなるよ、東西北南に増え広がるんだよと、そして私はあなたと一緒にいるよ、どこに行ってもあなたを守るよ、であなたをこの地に連れ戻そう、そしてあなたに約束したことを実現するまでに私は決してあなたを見捨てない、あなたから離れないって言った。ですからこの不安の中でこの主に言葉を
私はあなたを守る、あなたを見捨てない、あなたを助けるという言葉を生きたかったに主は語ってくれないんですね。組中して本当は主はヤコブが降参するのを待ってたんでしょ。降参しますって、あなたに委ねます、任せますって。でもヤコブという人は任せたり委ねたりすることのできない人じゃないですか。よく考えてみれば彼の母親に主は語られたんですね。彼が妊娠した時に。そして兄は弟に仕える、つまり弟が遺産相続なんだよ、弟が長子の特権を持つようになるようにって神様は語って、大好きなヤコブが大好きな母親はその話を繰り返し、お前はね長子の特権を持って、そしてあなたは遺産を相続することなんだよ、あなたは祝福された子だよって母親は繰り返し言ったわけです。何もしなければ全部彼のものになったんです。神様の御心だから、神様がそのように計画したんでしょ。私はあなたのために立った計画をよく知っている、災いを与えるものではなくて祝福を与えるものであり希望と将来を与えるものだって、神があなたのものだって語ったから、何もしなければ彼のものだった。でもヤコブって人は頭いい人ですね、そして自我の強い人でしょ。なんかやんなきゃ気が済まない男ですよね。委ねるなんて任せるなんてできないわけですよ。だから自分で父親を騙し兄を騙すみたいなことをするわけですね。委ねられないんです。だからここでこんな状況になっても、神様主と戦って委ねられないんで朝まで戦い続けるみたいな、絶対負けないぜみたいな、神にすら負けないよと、私を祝福してくれなければあなたを晒せませんと、私を晒しておくれ、もう朝が来たからねって、主もまた祝福の言葉を与えないんですよ。私はあなたを守る、あなたを助ける、あなた共にいるって言わないんですよ主も。だから格闘なんでしょ。言ったらそれで、おしまいになったね。でも朝が来たから私を行くよって言ったら大変だって言うよ、絶対晒せませんってしがみついたら、その方は朝に去りたいんでしょうね。ヤコブの腿のつがいに触ったら腿のつがいが外れて、何度彼は歩けなくなっちゃった、まあびっこ引いてしか歩けなくなっちゃったという羽目に落ちる、なんですけど、どうしてもあなたを晒せませんというもんだから、あなたの名前は何て言うのって言ったら、これはショックだったんです。だってヤコブっていうのは足をつかむ人間でしょ、かかとをつかんで生まれてきたんで、人の足を引きずり下ろすというか、人のものを奪うような人間ですよね。だましだまし生きてきた。ヤコブっていうのはだます人、欺く人っていう意味ですからね。あなたの名前は何て言うのって言った時にドキッとしたけれど、走馬灯のように自分がやってきたことを思い出したら悪いことばっかりやってきたんですね。私はヤコブですと言った時に自分の罪の告白をしたわけですね。それでもし人が自分には罪がないというなら、それは自分を欺いているのであって真理はその人のうちにない。しかしもし自分の罪を認めて告白するならば、主は正しくて公平な方であるから、あなたの罪を許し、あなたの汚れを全部清めてくれる。ですから罪を認めて罪を告白することによって私たちは祝福を得るわけですけど、彼はまあそういう祝福を得るために告白したわけですね。そしたら主は、お前はもうヤコブじゃないよと、お前は人を欺くもんじゃないよ、あなたはイスラエルだよ、あなたは神と戦っても勝ったんだよ。でこの大きな3回の戦いがあって、エソとの戦いがあり、ラバンとの戦いがあり、ここにあいては主なる神との戦いがあって、彼は勝ったんだっていう。初め2番目はどういう戦いかというと、人を騙し騙して勝った、財産を築いて、金銭を自分のものにしたんですね。でも結局は敗北して命からがら2回にわたって逃げたわけですから、勝ったと呼べませんか。この場合は神様に委ねて任せて、基本的に負けたんですよ。負けて勝ったわけで、負けざるを得なかったっていうか、彼の一番自慢は足でしょ。
この足でカナンからベールシェバというところからはるかにね、エルサムを越えて、そしてシェキムを越えてメソポタミアに行ったわけですよ。一人旅した。この足で21年間働いて財産を築いたわけでしょ。でこの足で今やカナンに帰ってたわけですからね。彼は自分の足に自信があったわけ。この足さえすればスタクラ逃げることができると思ったわけでしょ。ところがその足が砕かれてしまってビッグを引くようになって、今度は逃げることもできなかった。これが自慢で、実を言うと頼り、頼みにして、人は自分の自慢しているものに頼みにしているんです。自分が頼みにしているものを自慢する。彼の自慢は何かというと、彼の強い足ですね。その足が砕かれてしまった。逃げ場がない、四方八方を塞がられてしまった。それで彼は委ねざるを得ないから、そうしたら主は、あなたは勝利者だよって、あなたは神にも勝利したんだよ。で、神に勝利するっていうことはどういうことかというと、ことごとくお任せする、委ねるっていうことですね。で、私たちは一体どうでしょうか。まあ、私たち日本人はヤコブのような人は少ないですね。まあ、考えてみるとパウロもそのような極端な人でしたね。パウロは、私は律法について落ち度のないものである、神を愛するものであると言ったわけでしょう。ところがそれほど清らかな男が、なんと、クリスチャン、自分は正しいっていうのが彼のプライド、自分は何でもかんでも正しい、自分は一番だ、間違ってることはないという、まあ、そういう人は皆さんの中にいないと思いますけど、時々自分の旦那に対してそういう人がいるかなという、私が正しいのよ、あるいは男が妻に対して自分は正しいって言い張るという。ですから、なかなかこの自分は正しいと言い張ることがパウロから抜けないで、後になってその当時の第一人者であるところのペテロ、人々の面前でなじったことがあるんですよ。ひどい男ですね、パウロ。自分は正しい、あんたは間違ってるみたい。それから彼に救いの手を差し伸べて、彼に繰り返しチャンスを与えてくれたのはバルナバで、主任牧師のバルナバですよね。副牧師の分際でありって、教会で分裂騒ぎを起こしちゃうわけですね。どうしても俺の方が正しい、あ、俺が正しいって言うと、もう全く彼は後に引かない男なんですね。どう見たって彼の方がおかしいよねと思うんでも、彼は自分が正しいって言って言い張るわけですけど、ですから面白いことに、この男がクリスチャンを迫害して、もうユダヤ全土を迫害したい、もっともっと迫害したいって言うんでね、ダマスコまで、外国まで行くわけでしょ。その途中でキリストに出会って、彼がガラリと変えられて、3日前までは迫害者だったのに3日後に伝道者になっちゃうという、なんていう、まあ激しい男でしょうね。なかなかこういう男は日本には見つからないかなと思うんですけど、日本人はこれほど激しくないですもんね。これほど極端にな、ダークサイドとブライトサイド、これほど極端なものを持ってないと思います。まあ、しかしありません。例えば私は不思議に若い頃から神様を慕い求めるみたいなところがあって、わばまが放題の人間だけど、どうしてかやっぱり神様をしたい。もう15歳16歳から夢中でしたもんね。青年会が今大変祝福されていることを感謝したいんですけど、まあ青年が世田谷からこっちに来たりね、こっちの青年が今度は世田谷の方に行って合流するとか、金曜日の夜フランキーフライデーナイトは一緒にやってやってて、もう本当に健全な素晴らしい聖書を勉強し、まあ、みんなで食事をしなんで楽しむでしょう。そして聖書を勉強して賛美をして、で今はダンスが盛んになっちゃってダンスしてるんですね。で、沖縄から来た花さんがダンスの先生ですから、土曜日はこっちでダンススクールがね、小学生のためにあって、向こうは木曜日でダンススクールがあって、今青年たちが金曜日の夜、また日曜日の午後もダンスをして、そしてこの
クリスマス会で披露するんだって練習して、そこに今度は入ってきたのはケイトリンで、ケイトリンは子供の頃からずっとバレエをね、大学卒業するまでやってて、まあみんなケイトリンのダンスの上手なことって言ってます。でこちらでもフラダンススクールがあって、世田谷の方でフラダンス、なんかホライズンは踊る宗教になってんのかなみたいな、みんな踊りが盛んなることはいいなと思います。しかし、私の高校生の頃そんな何もないです。もう説教を聞くだけ、賛美歌を歌うだけ、お祈りするだけ、こう楽しそうなことは何一つ、聖言会何一つなかったですね。なぜあんなに夢中に、教会に夢中になって、神様に夢中になるかと、自分でも不思議ぐらい夢中になったわけでしょ。で、神を知りたい、神の御心を知りたい、神の御心に従いたい。ですから今でも、昔からずっと、結婚してからずっと、あなたのことを愛しているよっつったら、うちの奥さんは、いやあんたは神を愛してるんでしょっていつも言われちゃうんです。あなたが愛してるのは神様でしょって言われちゃう。と同時に、非常にわがままで、自分の人生だから自分のやりたい放題行きたいと、自分の思い通りに行きたい、自分のやりたいことやって、自分の人生じゃないか、こういうところがあって、自分のやり方でやりたいっていうのは、私はかなり強いわけです。こういう二面性があるわけです。自分のやり方でやりたい、パウロもそうですね。自分のやり方でやりたい。あのパウロがどういう羽目に陥ったかというと、ついに私は自分が何をしているか分かんない、自分が誰だか分かんないって叫び始めて、正しいことはよく分かっているのに、その正しいことをすることはできないし、悪いことはよく分かっているのに、その悪いことをやらざるを得ないんだつって、ああ私はなんという惨めな人間だろうか、自分のことを、自分の人生を、自分自身を死の体って呼んだんでしょう。このボディの、この肉体のことじゃなくて、自分の人生、この死の体から誰が私を救ってくれるかって悲痛の叫び声が入ったんですね。これまさしく統合失調、統合が失われて、ダークサイドとブライトサイドが分裂してる、赤い面と暗い面が分裂しちゃってるわけでしょう。昔は精神分裂と呼んだんです。ですから、このような二面性が強い持った人は、やっぱり葛藤は多いし、悩みは多いし、人間関係の問題はすごく多いしね、まあ皆さんはバカだなと、俺はそうじゃないと、確かに日本人はそうじゃない、そんなことをなるべくしないわけで、上手にカモフラージュするのが我々上手で、こんなバカな状況に陥らない人間がほとんどですけれど、しかしあいつバカだな、パーロバカだな、ヤクバカだなと思ってたら、おそらくあなたは自分は賢いと思って、賢いからこういう羽目に陥らないっていう。ところが日本人の場合は、だいたい50歳ぐらいから男はですね、どんどんとこうしょぼけてきちゃうという、徐々にそう思ってますからね。もう50歳過ぎてから、俺の人生はこれからどんどんちぎって、どんどん体が弱くなって、ね、役に立たなくなったり、邪魔者になったり、体が弱くなったり、もう人生はどんどん悪くなっていくんだと思ってますね。それほど日本人は賢くないんですよ。葛藤に入らないだけで、活躍もあまりしないんですね。ですからユンが言ったように、この二面性が統合すると、輝かしい人生を送ることができるんだ、いうことですけど、まあ私たち今聖歌を歌いましたよね。変な聖歌だなと、牧師はお祈りが聞かれるよと言って、求れば与えられるんだよと言ったのに、この聖歌は祈るすれど手応えなく、求むれぞ得ずして、でもこういう告白って多いです。一生懸命祈っても聞かれない、一生懸命やってもダメなんですと、頑張ってるのにどうしてダメなんですかみたいな告白はすごく多いですよね。そしてなんかどちらかというと、重き心、なんか明るい朗らかな声じゃなくて、なんか重い心で生きているクリスチャンってかなり多いのかなみたいな感じがしますね。そして信仰を持って、恵み満ちて、光の中に歩んで、
輝くしい生活をしたいと思いませんかって書いてありますけれど、なかなかそういうような私輝かしい生活をしてます、私は輝いていきます、私は勝利の道を、もう栄光が私を照らしてるんです、ハレルヤというようなクリスチャンになかなかお目にかかんないじゃないですか。でも本当はイエス・キリストが私たちに与えてくださる人生は輝かしい人生、天国に行って天国の輝きの中に入れるっていうのもそうですけれど、神様の目的はあなたがこの人生を輝いて生きるという、こういうことで祝福を与えるんです。あなたを救って天国に入れればいいと神様は考えてない。この生きている何十年間の間、あなたが本当に恵みに満ちて光に照らされて、そして輝かしい人生、なんと幸福だろう、なんと嬉しいんだろう、なんと喜びがあるんだろう、こういう人生を送らせたいんですね、神様は。で、捧げ尽くし、分け心こそ絶えなり、そうですよね。完全に神様に渡したら本当にすっきりした気分で生きられるでしょ。どうですか皆さん、毎日すっきりして生きています。だいたい告白を切ると、いや苦しいですね、辛いですね、こういう問題で、そんなの私もそうなの、私のもっと辛いのよみたいな、あれのもっとこんなみたいな、こういう競争しているような感じがしますね。どうしたらいいかって、たった一つの解決は、あなたのものを、持てるものを全て神様に捧げるんだ。じゃあ神様がね、あなたのお金が欲しいんですか。神はこの天と地を作った方で、我々は地上に生きてますけど、この地球っていうのは宇宙の誇りにすら匹敵しないような小さいもんでしょう。何十億という星がこの銀河系にあるんですけど、銀河系が何十億もあるんですよ、この宇宙に。その神様があなたのお金を欲しがりますか。あなたの子供や、あなたの家や、あなたの貯蓄やね、欲しがるはずない、欲しくないんですよ。神様、あなたの持ってる少しばっかりのものを神様全然欲しがらないです。欲しがるはずがないんです。なぜあなたが全てを捧げるかというと、あなたが本当にこの心の中にありしこりですね、もう握りしめてるわけです。アブラハムなんか、このイサクだけは愛してる、これは誰にもあって、これは私のもんだ、こういうふうにこう握りしめるとしこりになるじゃないですか、ね、そうすると神様の祝福が注がれているのに、この管がこのしこりで止まっちゃうから、神様のご愛とか祝福とかパワーとか、その流れてこないわけです、フローしないんですね。ああ川の流れのようにと、こう神様の流れにどんどん流れ込んでくるはずなのに、あなたが自分の方法で生きるんだと、自分のやり方なんだと、神様のやり方知ってるけど、神様の御言葉をして神様がやりなさいっていうことは分かってるけど、いや私は自分のやり方でやりたいわけでしょ。祝福が流れてこないんですよ。霊的にも精神的にも人間関係的にも経済的にも、まあ流れてこないですね。まあ自分は頑張るから、頑張った分はあなたのもんだ、努力した分はあなたは与えられるかもしれないですね。でもそれだけです。神様は大いなる祝福があって、で今回、ヤング先生に会って、まあ立派なお家ですけれど、まあ生活は質素なのに、あの先生が体験している経済的祝福っていうのはもうちょっと想像できないぐらいですよね。そしてノックスビルに行ったら、もうこのクリスチャンたち、男たちがゴルフしてるわけだけど、ゴルフでそこで聖書勉強会してるんです、ゴルフ場で。信仰熱心な人、みんな70代ぐらいの人、みんな輝いてる、顔が輝いて幸福いっぱい、奥さんたちが集まってきて、一緒に集まってきて一緒に食事したりしてるんですよ。男グループです、これは。でも奥さんも来て、国葬に一緒に食事をしているわけですね。2回もご馳走してくれ、まあ皆さん3日ずつ立派な家で過ごさせていただいた、そこでお食事もいただいたわけですけど、カントリークラブの一つの部屋を借り切ってね、そこでご馳走してくれて、ディナーをご馳走してくれたでしょ。またバーベキューをご馳走して、なんかえらく豊かで、顔は輝いてるし、とても親切でですね、私たちのわけのわかんない日本語を一生懸命聞いてくれてね、なんか裕福な人たちな、輝いてる人たちだなってこう見たわけですね。
日本人だってそういう経験をできるはずですよ。できますよね。そういう心の豊かさっていう、カントリークラブのとかごちそうの話をしてんじゃなくて、なんか心がえらく豊かなこう人たち、男性たちで、もう本当に大歓迎して、まあ彼の全財産を減らすようなことではないでしょうけど、私たちを祝福してくれた。なるほど、輝かしい人生というか輝かしい生活、あ、こういうんだなとこう思って帰ってきたわけですけれど、本当に神様に委ねたらそういう世界が出てくるんですね。神様は あなたのお金とかあなたの子供が欲しいはずじゃないんです。神様がアブラハムよ、あなたを愛する一人子イサクを捧げなさいした時に、別にイサクが欲しいわけじゃないです、神様がイサクを殺したいわけじゃないでしょう、犯罪として。神様はアブラハムが全く信頼、全く委ねる、全くこう託すということを神様は知りたかった。そうすれば神様の恵みは流れ込んでくるからだよね。神様の願いはあなたへの祝福で、それだけです。あなたを愛してるから。でもその祝福というのは信仰を通してくるわけです。管があって、その管は信仰の管でしょ。神様を信頼する、委ねる、任せる、神を絶対信頼すると祝福が流れ込んで輝かしい生活が現れるわけですよね。それで、彼はこのようにお祈りするけど、なかなか兵がないんで一人残って組落ちをして、ついには、信仰の告白、私はヤコブですと、ね、彼は私はあなたが下にたまったすべての恵みと誠を受けるに足りないも当たり前じゃないですかね。あなたが恵みを受ける価値なんかないよ、だましだまし生きて、あなたは悪いことばっかりやってきて、しかし神様は彼を憐れんで祝福するわけで、で神はやっぱりヤコブが自分自身を全く親手にして平安の中に生きることを望んでいるわけですね。さて朝が来ました。それで見つかい、あるいは主はそこを去っていったわけですね。そして彼は尾行を引きながらヤコブの川を渡って、妻やしもべたちのところに行くわけでしょ。しばらくすると兄が近づいてくるわけでしょ。そして兄はヤコブを見た時に歓喜を待って、弟懐かしさのために泣きながら走り寄って彼の首をかき抱いて接吻して大泣きに泣いて、二人は抱き合って泣き合ったって言うんですよ。初めから彼は弟に気が行く加える気持ちはなかったんです。ただ彼が誤解してただけです。恐れがあるとそういう誤解が起こるんですね。不安や恐れがあると、別に不安や心配なことは起こらないし、恐れていることは起こらないんだけど、自分の中に罪悪感があったりわだかまりがあったりすると、何か悪いことが起こるんじゃないか、きっと悪いことが起こるだろうと思っちゃうから誤解しちゃうんでしょう。素晴らしい和解ですね。 あの家畜は何だと、あ、お兄さんに対するプレゼント、あんなものいらないよ、なんていう美しい会話がそこで交わされたから、なんと、弟よ、それはお前もんだから、弟がお前が取ってればいいんだよ、いやいやお兄様ぜひ私からのプレゼントを受け取ってくださいみたいな会話でね、大変素晴らしい和解が起こったわけですね。聖書にこう書いてあります。どこだっけ、あ、こちらの紙ですね。火は彼の上に登ったが、彼はその桃の家にビッコを引いていた。彼はビッコを引きながらエソに面談して許されたんですけど、これは変わった表現だな。火は東から登るとか、火は空を赤々と染めながら登ってくるとか、火が登ってきた時に空は明るく輝いてとか、まあね、そういう表現があるじゃないですか。なかなか日が一人の男の上に登ったみたいな表現ってないですけど、聖書は
日はヤコブの上に昇ったんだ。ヤコブの顔が輝いてたんですね。あんなに不安で恐れをののいて殺されるんじゃないかと思ったに、状況は何も変わってないですよ。兄が近づいてくる、許してくれるのか叩いてくるのかちょっとわからない。でも彼の心には平があったわけですね。神様は私たちに本当に素晴らしい人生を与えようとしています。もし私たちが全てを委ねることができるなら、私はもう80歳でもうこれから大きな教会建てられた土地を買いたいとか、たくさんの人数があればいいとか、なんか立派な本を書きたいとか、なんか有名になりたいとか、そういう気持ちはもうこのうちのなくなっちゃいますよね。でも本当に神様に委ね切ったら、おそらく今までよりももっと素晴らしいことは起こるんじゃないかしらと思いますね。頑張ったらじゃない、努力したじゃない、本当に神様に、委ねているつもりですけど、委ねているつもりと委ねているっていうのはまた違うんですね。生まれつもりじゃなくて本当に委ね切ったら、もっと素晴らしいことがこれから起こるはずですね、という期待はあります。80歳の私ですら未来に期待しているわけですから、皆さんも神様に全く委ねたらどうでしょう。お祈りします。